土方歳三コンテスト全国大会は、戊辰戦争最後の舞台となった五稜郭の戦いにちなんで毎年この時期に開かれ、今年で32回目を迎えます。函館市内のほか、東京や京都などから集まった男女15人がそれぞれの描く土方歳三のイメージで新政府軍の銃弾を浴び、その生涯を終えるシーンなどを演じました。今年は大河ドラマで土方歳三を演じた俳優の山本浩二さんも審査に参加しました。優勝は東京の専門学校で盾の講師を務める男性が賞金10万円を手にしました。